さっきぶりです。ありがとうございます。夜ご飯食べて浴衣に着替えて財務テーブル考えてた。ルームス行きませんでした。明日します。あら、浴衣、浴衣です。ね、すごいね、 B チームすごいね、気合いすごいね。お祭り一緒に行きたなるやん。行きましょう、ね、握手会みたいな、ね、あ、お着替え。でも明日もさ、2時間おきにさ20分やるけど、同じやとあれやからね、何かしら帰れたらいいなって思ってますが、この配信は2時間になりますので、ゆっくりいろいろ明日の配信何するかとか考えれたらいいかも。どうなんやろうね、やっぱ常にやった方がいいのかなとか思ったりするけど、明日はでも常に誰かがやる感じになりそうです。こんばんは、ありがとうございます。さっきぶりです。チームの対手はね、出してますよ。今日の分は、明日の分は次の佐伯ちゃんのくらいには出せそうです。考えたんですけどね、まだ私が考えたんですけど、まだあの見せ言ってないからさ、どうかなっていう。でも自分の分は決めたので言いますね。でも今日のね、チームの分は上げてます。あ、動画見てくださったんや、ありがとうございます。ルームス動画見てください。え、動画ってコメントできないんですね。アクティビティだけやったよね。動画待ってますとか言ってさ、コメントできなかったっていう。すいません。知らんかった、あんまりルームス様慣れてなくて。ありがとうございます。さっきぶりなのに来てくださって。夜ご飯食べました？皆さん、私はこの今の間にご飯食べましたが、食べ過ぎたからさ、ちょっとお腹いっぱい、めっちゃサラダと冷麺と揚げ物をちょびっとずつ全部食べました。ちょっとずつちょっとずついろんなもん食べましたからお腹いっぱい。ありがとうございます。スケモンさん、バラありがとうございます。ヨシパパさん、かき氷ありがとうございます。ブヒヤマブヒヨさん、だるまありがとうございます。ヨシパパさん、ペロペロありがとうございます。トリコボーズさん、ハートありがとうございます。タマキーさん、水色だるまありがとうございます。浦部さん、アイスありがとうございます。食べたい。トリコボーズさん、ハートありがとうございます。あ、食べてー、ありがとうございます。浦部さんくれた、ありがとうございます。食べます。トリコボーズさん、ハートありがとうございます。タケさん、かき氷ありがとうございます。ありがとうございます。ブヒヤマブヒヨさん、レインボースターありがとうございます。お、麻婆豆腐いいね、サバとトロロいいね、ありがとうございます。ツイッターにあげてます。あげてます、個人ツイッターにあげてます。個人ツイッター開設されましたので、ぜひフォローお願いします。テロップ入れますね。明日は、私は6時半からです。で、明日のね、チームのタイムテーブルも今日中にアップしますのでお願いします。ツイッターフォローお願いします。から星します。よし、おー、いいね、今作って食べながら、いいね、食べながらの方いる。あとマクドナウもいる。ありがとうございます。ステイステイステイ。お、帰宅途中お疲れ様です。お仕事ね、冷麺美味しかった。なんか麺がさ、チュルチュルしてるやつだって。だから冷麺ってそれが普通なのかもわからないけどさ、久しぶりに冷麺食べたから美味しかった。なんかチュルチュルしてたよ、冷麺。あ、なんか麺がラーメンみたいな麺じゃなくて、なんかチュルチュルしてました。たまきーさん、だるまありがとうございます。はるさん、かき氷ありがとうございます。
そう、皆さん気づきました？浴衣です。どうですか？いつもの青い浴衣です。つくいさん、ほんまツインテールじゃないからさ、なんか浴衣ってあんまツインテールじゃないじゃないですか。ちょっと変えとかってんけど、すいません、ちょっと時間が足りませんでした。ずんださん、かき氷ありがとうございます。X になってる？え？うそ、テロップですか？あ、ルームスレッシュだけとく、ありがとうございます。あ、この後ですね、私は21時まで2時間配信になるんですけど、21時半からはさゆきこと渋谷さゆきちゃん、そして23時から、そう、深夜までやってくれます。眠いのに、23時から確かちょっと待って確認しよう、うん、23時からみそらちゃんが1時間するのでね、こうよければ、まあ眠、明日も早いので無理ない程度で大丈夫なんですけど、私が6時半にさするからめっちゃ早いので無理ない程度で大丈夫なんですけれども、よければね、あの2人のところにも行ってくださると嬉しいです。あ、公園見られてるんですね、いいね。あ、ごめんなさい、ちょっと本持ってしちゃった。今日はあれですね、マタギの方がたくさんいらっしゃる。ようちゃんさん、かき氷ありがとうございます。お、納豆いいね。シナモンくんさん、ありがとうございます、かき氷。しょうちゃん、ありがとうございます。お、昨日食べたんや、いいね。浴衣あ、そういうこと、社名、え、アプリ名は変われへんの？え、アプリ名ごと X ってこと？ひとしさん、だるま、ありがとうございますね、個人ツイッター嬉しいです。初狩りさん、だるま、ありがとうございます。お、初狩りさん久しぶり、ありがとうございます。ひとしさん、だるま、ありがとうございます。え、どういうこと、え、ツイッターは何、アプリ名ごと X になるの？正岡浩二さん、メロン、かき氷、ありがとうございます。え、平均点でちょうちょうで、なんだかね、平均点を2人のチームに足すってだけやったと思う。競うのは合計点で競うと思う。え、そんな感じだけ平均点で競いますって書いてなかったと思う。え、わからん、怖くなってきた。平均点はさ、あの F チームに足すだけちゃうかな、多分。わからんけど、もしかしたらさ、ルール変わりましたとかかもしれんけど。こっちの方がまだ浴衣っぽいかな。こっちの方がこうやってしようと思ってたんですよ、ほんま浴衣になったら。これかわいいよね。クラゲヘアやってみたいんですよ。あのみそらちゃんがさ、浴衣の撮影の時やってた髪型、かわいいよね。あ、ルームス登録ありがとうございます。そう、私が配信してない時は、そうで、空いてる時はみそらちゃんと関ちゃんでお願いします。でも私のところのこう、もしかしたらあの解除がとかでもしかしたらいけない時もあるかもしれないんですけど、とか、あの私の配信の時間帯が合わないなって時は、その2人の時に合わせてセットしてくださって、そっちに投げてもらったりもいいですし、なので皆さんの時間の合うところで来てくださったらと思います。そう、私のこの時間は行かれへんけど、この時間のみそらちゃんの行けるかここに投げようとか、夜はみそらちゃんしかやってないので、とか。でも私朝早いってみそちゃん遅いから、あの全部になると皆さんの睡眠時間がなくなってしまうので、ご無理ない程度で。ひとしさん、ハートありがとうございます。アンケイさん、どうぞどうも。ひとしさん、ハートありがとうございます。アンケイさん、食べて、食べます。アンケさん、いつもありがとうございます。初狩りさん、いちご、ありがとうございます。え、ツイッターアプリごと X になるの？え、どういうこと？え、どういうこと？しか分からないんだけど、どういうこと？アプリごと X？
受け入れられへんわ。そういうもんよな、でもツイッターって思っちゃうからアイコンが変わるとかじゃなくて。あ、だよね、合計だよね。まあ確かに平均点でも合計でも結果は同じか確かに。あ、確かにうん、合計だよね。よかったよかった。平均を F チームが2人なので17人なのでね、3の倍数じゃなくて17人やから、そこに足すって感じだった。確か青い青いボーイさん、だるま、ありがとうございます。スティッチさん、タコ、ありがとうございます。体操しようかなと思ってたんですよね。20分ちょうどいいじゃないですか。明日の配信何するかとか、2時間あるし決めようかな。明日私はね、もう決めたんですよ。私は1日空いてるので、でもうちょっとこの鼻をさっさと直さないといけないので、少しちょっと病院に行く時間をいただくんですけれども、私は6時半から8時半から6時半から30分あ、なんか書いた方が分かりやすいかな。まあ、とりあえず読もう。6時半から30分、8時半から20分。20分っていうより時間出た方がいいかな。ちょっと考えすぎちゃう。あ、亀吉さん、セミコース、ありがとうございます。セミ。青い帽子さん、だるま、ありがとうございます。わ、カウントありがとうございます。うぞむぞさん、かき氷、ありがとうございます。アイスもありがとうございます。しょうちゃんかわいい、ありがとうございます。青いボーイさん、ハートありがとうございます。はい、ツイートもね、また改めてします。はい、あの全員の決まったらツイートします。ツイッターってもしかして10時までやったりするかな。6時半から7時までと8時半から8時50分で、ちょっと病院行って12時半から13時、14時半から14時50分、16時半から16時50分、18時半から18時50分、20時半から21時にしようと思ってるんですけど、どうですかね。これがマックスかなと思うんですけど、他に何かあるよって方いらっしゃったら教えてください。これで明日は16週ですね。あの、皆さんの平日の昼間なのでね、会う時間でお願いします。そう、枠数制限ないんですよ。あー、ごめんなさい、書いてくださってる。私はちょっとホワイトボード書くわね、書くわねみたいな書くわね。ちょっとめっちゃどでかいやつしかないけど、そうや、チーム名の説明してなかった。ミスラちゃんがさ、昨日ツイッターに書いてくれてたけど、おっつー、書きますね。チーム名はちょっと読み方あってか分からんけど、 M、 あ、字でかすぎた2時間あるとゆっくりちょっとね、ごめんなさい。いけるかな。こっちの方が広いわ。あ、ちょっと難しいわ。ミスティック、かな、多分。マイスティック。あ、私のツイッターに、あの、全員分あげてます。ミスティック、多分ミスティックあの、とある方、佐伯ちゃんのね、ファンの方が提案してくださったやつなんですけど、すごいいいなと思って、めっちゃかっこいいと思って。あ、ミスティックス、あの、語源は神秘的、あ、そうそう、神秘的、神秘的っていう単語から来てるんですけど、ミスティックス。
大文字のポイントがありまして、 MYS と C が大文字のミスティックスと申します。この M がですね、あ、ミスティックっていう、神秘的っていうのが語源らしいんですけど、 M が田中美空ちゃんの美空ちゃんの M で、私のよしみんの Y とさゆきちゃんの S が3文字とも入ってるっていうね、この単語。そしてなんと C チームの C を入ってるっていう。で、元々はここまで S ないミスティックなんだったんですけど、3人やから複数形ってことで S っていうミスティックスですです。すごいよね。こんな感じ。みさちゃんの M、 私の Y、 さゆきちゃんの S、 C チームの C と3人だからそうって感じです。すべて解けた、すごいよねっていうやつです。でハッシュタグね、ぜひたくさん書いてくださると嬉しいです。ツイッターシェア、この辺の丸い多分青いやつがあると思うんですけど、そのツイッターシェアにもねハッシュタグ入れてるのでね、完璧ですよね。こんな素敵な単語があるなんて。そしてなんかランウェイを歩く女性は神秘的だよねってことで提案してくださいましたので、これを採用しました。ぜひよろしくお願いします。でですね、私は明日ですね、一応仮なので、もしかして後でツイッターに上げるやつは変わってしまうかもしれないんですけど、この配信しない時間のいい合間に他の2人が配信が入る感じになりますので、補聴集めの際にぜひその2人のところにも行っていただいたりとか、私の時間が合わないよっていう時はその2人に合わせて行ってくださると、セットしてね行ってくださるとって感じです。あ、やばい、この字のでかさ絶対入れへん。6時半からちょっと6時半に前はちょっと早いので6時半です。基本的に6時半から7時、8時半から20分、8時50分まで10時、間違えました。本当は10時したかったんですけど、これをなくして12時半からにして、ちょっと病院行ってきます。13時、14時半から15時、16時半から14時50分、50分、16時半から16時50分、18時半から18時50分で、20時半から30分で、多分180分だといけてると。30分枠が、30分のフルの枠が、あ、フって書いた方が分かりやすいかな。あ、でもあれですよ、皆さんの好きなところで、本当にフ30分枠が3回と20分枠が4回で、西が8とサザンが9で、あれ10分余る、もしかして30 50 80 100 120 140、あ、10分余る、ん、10分もしかして余ってる、これ余ってる、もしかして
ぶひやまぶひよさん、ハートありがとうございます。好きだぶひー。むらべさん、サーティワンありがとうございます。ぶし太郎さん、アイスありがとうございます。ペロペロ、ぶひやまぶひよさん、ありがとうございます。見せます。え、もしかしてあれ10分、私の計算間違いかな。10分余ってるかも。いけたって先思ったけど。ぶひやまぶひよさん、ありがとうございます。大くん、ありがとうございます。たまきーさん、だるま、ありがとうございます。大くん、メロンかき氷ありがとうございます。かつらさん、サーティワンありがとうございます。こしおさん、ありがとうございます。やすさん、ありがとうございます。大船人さん、ありがとうございます。青いボイさん、ハートありがとうございます。 F さん、レインボースターありがとうございます。いや、もうね、フルできるとこないんやけど。あ、やんな、10分やっぱ余ってますよね。あれ、どうしよう、どうしたらいいですかね、これどうしたらいいんやろね、170分やね、これは。どうしよう、これをどこかを40分にしたらいいんちゃう。多分もうさ、30分は無理よね、これ。2時間おきにしてるから。いける？あ、フルセミコース枠やけど、あ、確かに2分、2、3分ぐらいやったらの余りにさせるのもありがセミコース枠やけど40分するとかか、このフルコース枠を40分にするか、じゃあセミコース枠を30分にするか、どこかか、このフルコース枠を40分にするか、どうしようかな、どれがいいんやろう。でもセミ、もともとはセミにしてるけど、フルでもいいよっていう時にフルにしやすい感じにしてもいいかも。カウント枠でも多分1時間経ってないからできひんのよね、作っても。ここを30分にして18時半の枠を19時までにして、ここがさ多分来やすいと思うので、ここでフルに合わせてこっちをセミにしてもいいですよって感じにしますかね。びっくりしたよね、11時台何やったやろ。やっぱ多分ジャカルタの方かもしれないけど、そう、ここが多分か、こっちかな、ここか、ここを、でも多分こっちの方がいいかな。こっちをフルで合わせても、ここが来れない方は多分ここがフルになるので、20分にしてしまうときついかもしれないから、ここを30分にして、こっちをセミでも大丈夫ですよにしようかな。どうですかねどうですかね。ハチエタさん、メロンかき氷ありがとうございます。多分この辺の連続で来られへん方は、ここでフルにしようと思うと20分ではきついですよね。か、こっちでもいいけど30分に。どっちがいいかな。あ、ルームス登録ありがとうございます。ルームス、そう、ルームスぜひ待ってます。何されてます？ NLB48 9期研究生です。まだ入って7ヶ月ですが、アイドルです。ははマフ兄さん、ドラマありがとうございます。ツイッターフォローぜひお願いします。ケンケンさん、ハートありがとうございます。どうかな、ここを30分にしようかな。じゃあで、こっちでもいいしっていう感じにしようかなと思いますが、大丈夫ですかね。大丈夫、どうですかね。大丈夫かな。たりまかし、ほりほりさん、かき氷メロンありがとうございます。もふにさん、だるまありがとうございます。
間違えた。ふふかっこふかっこふかっこふみたいな。捨て星は6時半の時は5時4512時半からは11時45、6時半の時は17時45、8時半は19時45。こんな感じです、明日のタイムテーブル。私は他の2人のはまたツイッターにあげるのでチェックお願いします。ひとしさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます、ハート。まふにさん、だるまありがとうございます。チャミさん、セミありがとうございます。早い、ありがとうございます。みーみーみー。青いボイさん、レインボースターありがとうございます。タヌプチャさん、レインボースターありがとうございます。こちらで大丈夫ですかね。こちらで行こうと思います。よろしくお願いします。で、どこで何をするか。アンケイさん、カウントありがとうございます。ご注意しみはっ、何がいいかな。6時半か8時半かで体操にしようかな。そう、来れる時で全然大丈夫なのでお願いします。あ、ということ5時45分すると、あ、お8時半は下の2周目多い。うん、8時15分から8時50で50、あ、あ、みたいな。そういうことか。あー、そっかそっか。え、あーあー、そういうことか。え、9時、その後の12時半、12時45、そう、でもすると、え、じゃあ12時半配信の後の14時半からの配信もきついってことですかね。それは大丈夫なのかな。あ、そうだよね、そうだよね、買います、買います。どうしたんやろ。小次郎さん、レインボースターありがとうございます。しょうちゃん、水色だるまありがとうございます。たまきさんもありがとうございます。わ、40、あー、なるほど、40の全部、じゃあそっちの方がいいってことですか。他の時間の14時半16時半ぐらいの。たまきさん、だるまありがとうございます。40からにした方がいいですかね、他のとこも。ね、休憩生オーディション思い出す。じゃあそうしようかな。そうだよね、45分解除にしてると、そういうことか。5分で投げるのは無理ですね、回収も行って。ということで変更。あれ、でも6時半、18時半からとか20時半からはどうしたらいいのかな。18時半からと20時半からはどうしたらいいんだろう。あ、間違えちゃった。14時40分から9時だって。日またいじゃん。これでどうですかね。こことここは大丈夫ですか、これで。
い。これは大丈夫かな。ひとしさんハートありがとうございます。ヨシミロマンス堂見てね。はい、こちらバナーに貼ってますので、ツイッターとヨシミロマンス堂よろしくお願いします。ツイッターのフォローお待ちしてます。どうでしょう、これでいけますか。いいと思います。ありがとうございます。じゃあこれでいこう。ありがとうございます、教えてくださってありがとうございます。もう皆さんで成り立っております。私ヨシミ大好き、ありがとうございます。 OK です。あ、じゃあこれでいきます。私はね、このあ、うわ、お疲れ様、おかえり。間にお二人もするので、星集めはお二人のルームを通っていってくださると嬉しいです。と23時から21時半からさゆきちゃんと、23時からみそらちゃんです。私もツイッターにスタップしあげますね。よいしょ。でこれを何しようかね。6時半でご飯にするか、運動に体操にするか迷うね。こう、なんか結構意外と、あーでも歌はあれか、ちょっと控えた方がいいのかね。こんな感じ、どんな感じがいいかな。あ、そっか、みそらちゃん8時からもすんねや。せやったせやったせやった、すいません。そうだ、みそらちゃん20時からします。そうやった、会場の後の回収に行かれる際はよろしくお願いします。カウント、ひとしさん、タコありがとうございます。マッサンさん、ソフトクリームありがとうございます。リンさん、タコありがとうございます。マッサンさん、メロンありがとうございます。おかえり、お疲れ様です。皆さん一日あとどんな配信しようかな。何がいいか、20分ってなかなかあっという間やけども、でもお昼の時間あるしね。ちょっと歌は控えめになっちゃうかもしれないけど、早く直します。何がいいかね、何配信がいいかね。こことこことここ、けん玉、星が欲しいの、ほのぴーや。ほのぴー最近新作聞いてないな、ほのぴーから。しょうちゃん、アイスありがとうございます。チーム順位はそうないから、全部ねポイント見るしかないんですよ。桂さん、サーティワンありがとうございます。食べたいよ、サーティワン最近食べてない。朝ご飯食べて体操して、お昼ご飯ご飯めっちゃ食べる人になっちゃうね。でも何がいいかな、12時半からと18時半から何配信がいいかな。マジックとか
でもなまだあるしな、マジックちょっとまだ温めとこうかな温めとこうかなみたいな。何配信がいいんやろうか。前イベント出てた時だし、どんな配信してたっけ。でも前イベント出た時はなんか結構忙しかったからさ、バタバタしてておしゃべりがほとんどになっちゃってた気がするな。食べとこうかなみたいな。あと続きます。けん玉は16時40分からしようと思います。夕方っぽいからけん玉サーティアもぐもぐいいかも。おやつ配信サーティアも買ってきてもらおうかな。タバキーさんだるまありがとうございます。ヤスさんメロンありがとうございます。ルームスにさ一人で自分で撮った TikTok あげたかってんけど、著作権上さ音を流せなくって、残念ながら無音動画しか無理なんですよね。あ別に音ありできるけど、あの著作権であるから TikTok で流れてるような音源を流せなくてさ、ルームスの動画。そう一人で撮った TikTok あげようと思ってたけど、無音じゃ何やってるか分からんしな。ネパードさんどうぞ、ありがとうございます。どうもブヒヨボブヒヨさんハートありがとうございます。ね今2位です。チームで頑張りましょう。コツコツ詰めていきましょう。リンディさんソフトクリームありがとうございます。朝ごはん作ってた印象が強い。え作ったっけ。えあ、ピザ作った気がする。あ、それイベント前だっけ。なんかピザとか作った気がするな。なんかでもあそこの6時半で料理配信とかしたいよね。したいよね。でその後ルームスで食べるとかでも良さそうよね。でも7時からって結構厳しいかな、ルームス見るの。どうなんやろ、平日やから厳しいかね。ご飯作るあるかな。でも材料今日冷蔵庫卵ないねんな。でも今卵ないから何作ろう。オートミールリゾットは作れます。しめじもチーズも豆乳もあるから。何配信いいかな。おしゃべりもいるかな。でもおしゃべりとかそうなんや。日本の6時はベトナムの4時やけど頑張ります。ありがとうございます。そうなんや、ベトナムとさ2時間も時差があんねや。知らんかった。今友達ベトナム行ってるよ2時間も時差あんねや、知らんかった。そっかそっか、時差が。ありがとうございます。わおかえり、旅行おかえり、お土産くださいお土産話あそっか、でもそうか7時からやったもんね配信。食べるとかいいかも。食べるとかちょっと検討します。でも朝ルームスなかなか聞いたことないよね。あつおさんかき氷ありがとうございます。あかき氷いいかも。どっかの配信でかき氷作りたいな。しょうちゃんだるまありがとうございます。かき氷機あるんですよね、うち。わありがとうございます。返信モバメもお待ちしてます。いい返信も待ってます。なんかさツイッターのハッシュタグ、あツイッターでもぜひ返信待ってます写真はね届かないので、写真を見せたいなって時はツイッターで返信してくださると嬉しいです。でも全世界に公開されるんですけど、なんかプロフィールにさみんなモバメの名前ハッシュタグで入れてるじゃないですか。私もあれやりたいのに、プロフィールにハッシュタグなぜか入らないんですよね。みんみんのピュアレターってハッシュタグでツイッターのプロフィールに入れたいんですけど、なぜかできないんですよ。なんなんですかねあれ、どうやったらできんねやのか。
そう、ツイッターを今日開設しましたので、ツイッターフォローお願いします。何味がいいのかね。おー、指昼作るのも良さそうね。知らなかったです。うえーうえーだな。何配信しようかね。うん、ちょっとマジックはまだ、でも新しいのそういえば買ってくると思ってたんですよね。ちょうどディーソーで、私はマジック道具さ、みんなディーソーやから、新しいしやつを、いつも同じやつばっかやってるから、新しいやつすぐ習得できるし。青いボーイさん、サーティワン、のれん、ありがとうございます。あ、ツンイレスって何やろ。あ、全然嬉しいですNSB48 アンダーバーカメコっていうハッシュタグと、よしみやねっていうやつと、あとハッシュタグと、あとお好きなハッシュタグでね、あげてくださると嬉しいです。カメコさんの写真ね、めっちゃ保存しまくってるので、で、余韻に浸るっていう、はぁ、あ、はぁ、あ、でぜひ嬉しいのでお願いします。シロマさん、かき氷ありがとうございます。わぁ、嬉しい。そう、今日の髪型さ、めっちゃ可愛いってみんな言ってくれるので嬉しいです。ジーン、じゃじゃんじゃん、頑張りました。裏編み込み積んでる、可愛いね、これめっちゃ。ここを編み込みしてるんですよ、ここ。可愛いよね、カチューシャ感があって。サカさん、ありがとうございます。アイスとかき氷ありがとうございます。小次郎さん、レインボースターありがとうございます。ツイッターフォローありがとうございます。あ、短冊見、あ、短冊まだ飾ってんねや、知らんかった。もう8月よ、まだ1週間あるけどそうなんや。そうなんや、もう3週間経つけどまだ飾ってんねや。ぜひ見てみてください。あ、かわいい、よかったよかった嬉しいです。あ、いいですか、浴衣に。あ、そうそうですか、よかったよかった嘘です。ライブ後に引っ越したんや。あ、わあ、それはバタバタでしたね、きっと。めっちゃ忙しいね、大変や。ゆっくりで全然。かわいい、勝呂さんありがとうございます。かわいい、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 ありがとうございます。ギャグとか言います、私も。浴衣、浴衣ギャグ言いますよ、言います。よしみロマンス堂はまさかのボケてますので、いや難しいですわ、ボケって。なかなか予行演習私絶対ツッコミなんですけど、ツッコミか、絶対ツッコミなんですけど、なぜかボケなんですよ。ぜひ見てください。これ置いとこうかね、2年は待ちましょう。そうそうそう、見てくれてありがとうございますね。めっちゃ再生回数伸びててびっくりしたんですよ。コメントも再生回数も。ピアノ弾きます。あ、熊2体です。2000回ぐらい、もっとか、2000回以上再生してくださっててありがとうございます。ピース浴衣です。浴衣です青です。浴衣はね、そう、もう一着あるんですよ。でもそれさ、アイロンかけないとと思って、今日着ようかと思ったんですけど、ちょっとアイロンかけてなかったから、またアイロンかけてきますね。そう、何色かお楽しみにそう、もう一個あるんですよ、実は。と
唐突ですがピアノを弾きたいと思います。最後まで大丈夫かな。私充電がもうすぐ切れそうですが来てた。大丈夫かな。え、大丈夫かな。いつから止まってたやろ。え、あ、よかったよかった。気づかないやつやから一人でさ配信じゃ引いちゃうやつすん。あ、あー、もうまあよかった。ラストかよかったよかったよかった。え、3分くらい結構長ないな、長ない結構。大丈夫かな。ラストサビに戻ります。気づいたら片思い、いつの間にか好きになった、あなたを思う。
切なくて。アンドリーあ、充電や。ありがとうございます。雨、喉飴とお茶を飲ませます。あ、しかも2つともアナどっちも持ってきてくれた。しかも高速充電とっても可愛い浴衣。おー、座布団 0.3枚浴衣でピアノね、なんかいい感じですね。もうちょっとあれですけど、上手に弾けたらいいですけど。さん、かき氷とアイスありがとうございます。あ、悲壮でしたパチパチありがとうございます。サムワンさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。ランサさん、かき氷ありがとうございます。アイスもありがとうございます。ね、ここでは追加料金いりません。うわ、ありがとうございます。防音です。ここ、浦部さん食べて、ありがとうございます。食べます。小次郎さん、かき氷ありがとうございます。アイスもありがとうございます。青いボーイさん、ハートありがとうございます。巻き戻っちゃった。青いボーイさん、ハートありがとうございます。スタンディングオペーションなんだっけそれ、スタンディングオペーションなんだったっけ可愛すぎる、ありがとうございます。マジじゃん。モフ兄さん、ミゼロダルマありがとうございます。キメ顔、あー、キメ顔の方やあ、一分も止まらなかったんや音楽じゃらららら、なんだっけ、おルージュの伝言やったっけ、絶対ちゃん、オリーブの真珠やったっけ、ねったっけ浴衣いいね、ありがとうございます。はじめまして、ぜひコメント待ってます。おでん屋さん、ありがとうございます。あ、アイスもかき氷もありがとうございます。相変わらず足長いよね、ほんと。かずくんさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。お気軽にコメントお待ちしてます。おずちゃんさん、はじめまして、かき氷とアイスとありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。ちょっとにやけちゃう。そう、この部屋防音室なんですよ。ふかさん、食べて、ありがとうございます。食べます。たまきさん、だるまありがとうございます。もふにぃさん、だるまありがとうございます。お嬢様じゃないです、全然全然お嬢様じゃないですよ私。快速特急さん、ソフトクリームありがとうございます。ただいえさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。わー、アニメの曲いいですね、ピアノで弾くのいいね。ね、そうね、アイスとかき氷のやつも今ね、ありがとうございます。キウイだって、ありがとうございます。オリーブの首飾りか全然ちゃうかったルージュの伝言違う歌や、しかもまだ消し何やったっけ、ルージュの伝言どんな歌でしたっけ。あー、ユーミンさん、ケンケンさん、ソフトクリームありがとうございます。あれ、今雨は、うん、あ、そう来ました。しかもアイスもまだもう8時やけど、ドラクエ配信ショールームはなんか画面を映してもいいかもって感じみたいに言うけど、ルームスは厳しいみたいで画面を映すのも無理みたいなので、
わーとかわーわーしかできないんですよね。ショールームはできそうなんだけど、イベント中にやりたいけどなかなかそれほどの時間が取れないからね。終わってからかも。お祭りでさ、アイスってなんか売ってないよね、なかなか。私のとこだけかな。あんまりお祭りでアイスありそうやのにし、あってほしいけど、あったらいいのに、あんまないよね、アイス屋台に。副業でピアノ教室やってません。高校1年生、15歳、学生です。お嬢じゃないです。皇帝じゃないです。んで、31、ね、食べる件みたいなのありましたよね。違います。お嬢様じゃないよ。あー、ルージュの伝言。そっか、昔の曲か。何でしてないの。ケンケンさん、いちごありがとうございます。ね、松戸谷美さんの。でかい。おじいちゃんが大好きね。いつも買ってくるバニラバーです。ブランディーでもウイスキーでもありません。違います。スライムベースです。違うけど。ドールさん、はじめまして。ダルさんかな。ありがとうございます。浦部さん、食べて。ありがとうございます。あ、食べた。そう、箱入りのやつ。そうそう、これはちっちゃいよ、これやし。わ、プリンいいね。プリン、あー、溶けるのかな。ほんまや、言われてみれば。でもかき氷さ、あるよね。かき氷あるのにね、溶けないのかね、かき氷ね。言われてみれば。あ、しょうちゃん3週カウント、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん返し行ってくださって。うん、お仕事帰り、お疲れ様です。さあ、お仕事。あー、落としやす、確かにべっちょりって感じだからかな。かわいい、セイキュー。島嬢さんも一緒にソフトクリーム、ありがとうございます。学生です。高校1年生です。高校生活、実はね、この前文化祭あったからさ、その写真まだ開けてない。あ、みそらさん始まった。みんなカウントお願いします。行っても大丈夫、まだ無理かな、わかんないけど、行っても大丈夫になったらみさえちゃんとこカウントお願いします。まあ、いいこと聞いた。あ、もう屋台出すんや。ぜひアイスやーってなるんちゃうかな、出したら。知らんけど。しょうちゃん、だるま、ありがとうございます。この配信は21時までです。あと1時間あります。もふ兄さん、だるま、ありがとうございます。お、たりまかし。ああ、そうなんや、ジブリ。外国のようなお城でもありません。宮山美代さん、水色だるま、ありがとうございます。星遊び中で初コメです。浴衣めちゃ似合ってますね。浴衣しまった、ありがとうございます。ぜひぜひフォローお願いします。ツイッターも今日開設したので、ぜひツイッターのフォローもお願いします。ぜひ明日も
来ちゃいましょう明日も居座っちゃいましょう。ありがとうございます。嬉しい嬉しいね。こう通り過ぎようとしたけど止まってくれたっていうのが嬉しいですね。ぜひぜひ、よしみあやねです。よしみあやねです。 NNB48 これを片手に9期研究生よしみことよしみあやねです。ウヒワワブヒヨさん、ビゼロダルマありがとうございます。モフニーさんありがとうございます。シュウちゃんかき氷ありがとうございます。ソーダアイスいいね。ソーダいいよね。私学校の自販、学校にアイスの自販機があるんですよ。あのよくある17アイスあれをよく食べるんですけどさ、やっぱよく食べちゃうからさ、いつもソーダ食べる。一番カロリーの低いソーダ食べる。めっちゃ美味しいですよあれめっちゃ美味しい。しょうちゃん31ありがとうございます。うん、ガリガリくんいいね。最近食べてない。ガリガリくん、確かにかき氷は器があるから溶けてもあれだけど、アイスって溶けたらもうドビーンだもんね。いちご飴とかもだけど。え、当たり外れないやつでした、残念カウントいってきます。ありがとうございます。足りまかしイエスイエス、カウントいってらっしゃい。女子大生、あ、よしみんからですって、ぜひね、みそらちゃんファンの方とも仲良くなってくださった。女子大生じゃないです、高校1年生です。嬉しいね。でも15歳です。あと3ヶ月ない、3ヶ月ないですね、誕生日まで。10月18日誕生日ですね。生誕祭あるといいな初めての誕生日を迎える。セレクションがちょうどその後だったからね、あの初めてのセレクションは誕生日過ぎてたんですけど、近かったから、おーみたいな、おーこの前やったやなみたいな会話しました、あきら先生と星が欲しい、いってらっしゃい、来てきてください。わ、スーパーカップいいね、知らんけど最強ホームランバーみたいですよね、形わかる。でもバニラバーなんですよ。しかもホームランバーもおじいちゃん大好きハーゲンダッツください。私もハーゲンダッツとか食べてないな、久しく、久しく。あ、アイスよりかき氷がなんか売れるのかね。シロマさん、レインボースターありがとうございます。メロンパンさん、ハートありがとうございます。しょうちゃん、のれんありがとうございます。しょうちゃん、のれんありがとうございます。メロンパンさん、ありがとうございます。たまきーさん、紫みそらちゃんカラーありがとうございます。もふにーさん、だるまありがとうございます。あ、コメント戻っちゃった、すいません。わあ、コメント戻っちゃった。ルームス待ってます、待ってます。ルームスね、ツイッター始めました、よろしくお願いしますって旧規制が始めたからさ、便乗してウーカさんとかユナナさんとかが上げてたね、めっちゃ面白いめっちゃ面白かった。はい、今日解説したのでツイッターのフォローお願いします。メロンパンさん、タマキーさんありがとうございます。幼い浴衣にアイスお祭り行きたい。ヤスさん、食べてありがとうございます。これ当たり付きじゃなかった。しょうちゃん、食べてありがとうございます。食べました。17アイスあずきもなんかもあるね、そういえば。17アイスのラムレーズン、うえー、食べたことない。わ、チョコミントなんや。チョコミント、私チョコミント無理なんですよ実は。
セイバー言ってなかったけど、生姜と同じぐらい食べれないんですよね、チョコミント。まあ1回しかチャレンジしたことないから、美味しいやつ言ったら分からんけど、1回食べた時は無理でした。チョコミントなんかめっちゃ無理やったんですよね。チョコミントですか。ラムレーズン、おしゃれ。メロンパンさん、ありがとうございます。うなぎさん、メロンかき氷ありがとうございます。あ、フォローありがとうございます。また待ってます。メロンパンさん、ありがとうございます。確かにね、美味しいのはゼロカロリー。そうよそうよ。いっぱい食べるから、踊るからか。キュイロさん、はじめまして、ありがとうございます、来てくださって。あ、そうそう、渦巻きのやつ、ソーダバニラ、ソーダバニラ、ソーダバニラって感じになってるやつです。あれ美味しい。へえ、ストロベリーハマってたんや。誕生日おめでとう。まだです、1歳じゃないです、16歳だよ。もうすぐ1歳でこんなペラペラ喋っとったらやばい。16歳になります。なんと同い年07世代のね、6人の中で先輩含め、7期生さん8期生さん含め、なんとゆかたんが一番年上っていう。面白いね。16歳、ゆかたんだけが16歳なんですよ今。もふにさん、みじろだるまありがとうございます。あ、確かに、え、アルバム9月何日発売でしたっけ。あ、でも9月どうなんやろう、どうなんやろう、どうなんやろう。結構お話し会まで日やった気がする。でもどうやったっけ、ダウンの時どうでしたっけ。うわー、誕生日お話し会とかあったらいいけど、どうなんやろうね、コミュニティね、できるといいね。あ、矢吹奈子ちゃんもそうなんですか。そうなの。モフニーさん、ありがとうございます。だるま、わ、カウントしに、みそらちゃんからありがとうございます。あ、行ってきました、おかえり、ありがとうございます。おでん屋さん、レインボースター、ありがとうございます。水族館さん、ペロペロ、ありがとうございます。しのさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。よしみんこと石見あねです、コメント待ってます。え、ありがとうございます。ほんまや、 X って書いてるよ、ありがとうございます。チョコミント、チョコ、それはもうチョコアイス食べた方がええで。あ、ツイッターフォローありがとうございます。ぜひツイッターフォローお願いします。ケンケンさん、ハートありがとうございます。わ、お仕事お疲れ様でした、お疲れ様、おかえり、おかえり。あ、みそらちゃんとここじゃ、ありがとうございます、ありがとうございます、協力。ケイケイさん、ハートありがとうございます。しんのすけさん、メロンありがとうございます。しんのすけさん、サーティワンありがとうございます。ね、ゆかたん年上イメージなのに一番上なんですよ。あ、おかえり、みそらちゃんから皆さん言ってくださってありがとうございます。よしみん、よしみんですってね、言ってくださって嬉しいですねえ。わ、握手会あるかな、楽しみ。オンライン話し会あるかな。わ、握手会復活したのないですとか言ったら、いやいやね、楽しいから会ってほしいです。でも握手会今度は個人レーンかな。わあ、個人レーンかな。おかえりー、もだし憧れてくれてるのか、谷任し。星はついてきた、ありがとうございます。ハローハロー、ひとしさん、かき氷ありがとうございます。センキュー、今日も浴衣も素敵、ありがとうございます。ひとしさん、ありがとうございます。しじまるさん、レインボースターたくさんありがとうございます。大量のレインボースター。お、旅いいですね、旅。私もう旅行めっちゃ行ってないかも。なんかあの東京とかは最近は行ってないけど、前まで東京はしょっちゅう行ってたんですよ。好きだし、用事もあったし、お友達も東京に住んでたし、よく
しょっちゅう東京行ってたんですけど、なんかなかなか観光のための旅行はしてないんですよね。東京行っても見て回るし観光もするけど、メインは用事にするためだからさ、もうただ観光遊びに行くだけっていう旅行をしてないから、したいな。淡路島にこの前行った時は本当に楽しむだけだったんだけどね、去年のちょうど5月とかかなはもうただ遊びに行っただけだったけど、それ以来行ってないかも。淡路島ぐらいしか。でも淡路島のドラクエ行きたいな。でも夏はちょっと日光嫌いだから小ルビーで、あ、言ってたね、前回の小ルビーでハマってくださったって。わあ、ありがとうございます嬉しいな。しじまるさん、タコありがとうございます。たまきさん、だるまありがとうございます。あ、みそらちゃんから言ってくださってありがとうございます。本当におかえりなさい。ひとしさん、サーティワンありがとうございます。しじまるさん、タコありがとうございます。そう、個人連かな、わかんないけど、のりじいさん、カウントありがとうございます。あ、そうなんや、もうナンバー式って結構ね、17人やしね、さらに9期生を C100 万ポイント突破、イエーイわあ、1日でありがとうございます。私も84万ポイントありがとうございます、イエーイ。ミスティックスありがとうございます。100万ポイント突破、お前もうすぐ4000突破、ありがとうございます。ヨシさん、レインボースターありがとうございます。あ、アキラさん、カウントありがとうございます。あ、 AKB 劇場行ってみたい、行ってみたいな。 見ちゃダメなのかなと思うんですけど、どうなんだろう、見てみたい。でもお仕事お疲れ様です。淡路島でおすすめ、私淡路島1回しか行ったこと、記憶ではね、ちっちゃい頃行ったことあるらしいんだけど、おすすめは、でも私この前行った時は、あ、幸せのパンケーキめっちゃ美味しいです。あれ、そこしか行ったことないんだけど、幸せのパンケーキっていうお店があってめっちゃ美味しいんですよ、あそこ。しかも映えスポットがありましてですねなんかまたツイッターに写真あげようかな。めっちゃ綺麗なんですよ、なんか透明のでっかい椅子、あ、しかも海沿いなので海が見えるんですね。海が見える美味しいパンケーキ屋さんで、でっかい透明の椅子に座って撮ったりとか、鐘があったりとか、あと何よりなんか、なんていうのかな、海につながる階段みたいなのがあって、海につながるっていうか、なんか空につながるっていうかなんか、なんて言ったらいいんだろう、調べたら出てきます調子いい説になっちゃった。なんだろう、なんか、なんて言ったらいいんだろう、階段があるんですよ。階段が一番有名なんですけども、確かこじりさんも言ってた気がするな。めっちゃ綺麗なんですよ。でも私が行った時あいにくの天気でちょっとね曇っちゃってたんだけど、でもね、めっちゃ綺麗でした。わわー、これこれ、こういう感じのがあるんですよ、ぜひ平八さん、タコありがとうございます。わあ、めっちゃタコありがとうございます。ケンケンさん、かき氷ありがとうございます。しじまるさん、タコありがとうございます。あみたんとも心の声燃えてる漏れてるよ、心の声100万ポイント突破ありがとうございます。ミスティックスです。しょうちゃん、かき氷ありがとうございます。観光の参考ねちじまるさん、タコありがとうございます。ハートもありがとうございます。キュンです。
ケンケンさん、ソフトクリームありがとうございます。浦部さん、サーティワン、ありがとうございます。たくさん、ありがとうございます。うわ、誘惑に負けた。食べちゃいましょう、アイス。食べちゃおう、食べちゃおう。うん。女子率100万人。ちっちゃくなった。女子率。でもね、淡路島は結構いろんな方がいた気がする。パパも一緒に行ったけど全然大丈夫だった。梅田は確かに女性が多いかも。桂さん食べて、ありがとうございます。ミスしたミスティックス。そう、あれやな、なんか引きます2時間あるし、せっかくだから。でも喉を温存しといた方がいい気がする。ロマンスのつながりで旅立ちの日に安息いいやと思います。ちょっと皆さんで歌ってくださると嬉しいです。歌えないので伴奏をします。なんとなくこの辺かなっていうところがあると思うので、あの皆さんお家で歌ってください。あ、コメントか
旅立ちの日にでしたの伴奏でした。シオンさんももうすぐ卒業しちゃうので、シオンさんとねライブの時たくさんお話ししたんですよ。ヨシミンとシオミンでシオシミンです。旅立ちの日にの伴奏でした。シオシミンです。パチパチありがとうございます。うん、失礼しました、指のドアップ戻ります。カリマカシーン、うーかみんなお越しさお疲れありがとうございます。モフ兄さんだるまありがとうございます。うーかみんなお越しさファイトありがとうございます。レインボースター、あーたくさんありがとうございます。モフ兄さんだるまありがとうございます。ケンケンさん音符ありがとうございます。うーかみんなお越しさ音符ありがとうございます。よければツイッターフォローよろしくお願いします。うわ、コンタクトやばいタイム治りました。ケンケンさん、うーかみなこしさんありがとうございます。やすさん、レインボースターありがとうございますね。卒業式で弾き、ん、送別会で弾きました、確か、うん、小学校のえ、もう4年前だ、懐かしいな。桂さんありがとうございます。カズくんさんはじめまして、あ、さっきも言ったからありがとうございます、聞いてくださって。桂さんありがとうございます。マフ兄さんだるまありがとうございます。プチ太郎さんありがとうございます。青いボーイさんありがとうございます。マフ兄さんだるま100個だるま釣りありがとうございます。シジマールさんだるまありがとうございます。わあ、 F さん、クマ、クマタワーありがとうございます。わあ、ありがとうございます。クマ10個見てなかった、ありがとうございます。クマ10個でクマタワー、ちょっとクマっぽくない、あ、ちょっとやめとこう。クマタワーありがとうございます。クマタワーパシャパシャ、パンダっぽくなってた、ゾウっぽくなってた、パシャ、ありがとうございます。クマタワーありがとうございます、ありがとうございます。しかもあの10個でありがとうございます、ありがとうございます。しじまるさん、もふにさんたちもありがとうございます。けいけいさん、おいぼいさん、おんぱありがとうございます。だいくん、うまありがとうございます。パッカ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 パッチャン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 。チトさん、チトさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。こんばんは。ちょんちょん、わー、たくさん弾いてる間にたくさん投げてくださってありがとうございます。だるまとコンプとか画面が華やかに、ありがとうございます、ありがとうございます。ぶひやまぶひよさんおっぱいありがとうございます。かつらさんおっぱいありがとうございます。たくさん今、あ、歌ってくれてる、わかりへの、トーキートーキートーキーに、ピーマン、わかめ味のポッキーが流行りました、私の頃。カツラさん、あ、オープンありがとうございます。プチ太郎さん、メロンかき氷ありがとうございます。ソルトさん、いちごかき氷ありがとうございます。モフ兄さん、だるまありがとうございます。プチ太郎さん、ソフトクリームありがとうございます。だるま釣りわしょーい、ありがとうございます。サイモンの嬢さん、こんばんは、メロンかき氷ありがとうございます。ペロペロありがとうございます。ペロペロしちゃおうぜ。大君いいね、ありがとうございます。私の密かな特技、親指が90度に曲がる。以上です。親指めっちゃ曲がるんですよ私、ほら、すいません。パチパチありがとうございます。あ、ヤスさん拍手のギフトありがとうございます。ヘイハチさん拍手のギフトありがとうございます。
家族さん拍手ありがとうございます。うーかみんな拍手さん、やすさんも拍手、みなさんありがとうございます。りんさんもありがとうございます。わーパチ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 たくさんありがとうございます。パチパチありがとうございます。あ、ソプラノパートで歌ってくださったですね、ありがとうございます。アルフォンスさん、トストクリームありがとうございます。お、サイリウムいいね。平八さん、トトイありがとうございます。ウーカメの箱さんも、クマタワーありがとうございます。ありがとうございます。クマありがとうございます。クマタワーありがとうございます。クマタワーありがとうございます。パシャありがとうございます。パシャ短いのかな。パシャパシャありがとうございます。ありがとうございます。ウーカメインの白石さん、クマタワーありがとうございます。え、聞いたことない。そうなんや。おばあさん、ルームス待ってます、待ってます。マイティさん、めっちゃ面白かった。めっちゃ、しかも困った顔が絶妙でめっちゃ面白かったね。あ、ミソラちゃんとこ行ってくださってありがとうございます。ぜひミソラちゃんも今配信してるのでね。で、21時半からはさゆきちゃんが配信して、そしたらみそらちゃんもう一回23時から夜遅くにやってくれるのでね。そう、皆さんカウントのほどよしみからですって言ってくださると嬉しいのでお願いします。浦部さん、サンティワンありがとうございます。で、ね、うーかさんももうすぐ、うーコワトさん、かわいい、ありがとうございます。浦部さん、サーティワン、ありがとうございます。ありがとうございます。 CTube 全体2位です。まだまだ9期の推しが決まってません。押してく押してく押してくインドネシア語を伝りまかししかできひんで、ね、スラマッタタン、ママが送ってくれたよ、いらっしゃいます。スラマッタダン、スラマッタタン、スラマッタタン、全然イントネーション違った、どうしよう。ね、ありがとうございます。くまたはさださん、ありがとうございます。こちらにもくまたはほんまや、うまいね、うまいこと言ってる。こっちもくまへの二大巨頭、サダさん、ソフトクリームありがとうございます。アンドレタおよしび頑張り、ありがとうございます。浦部さん、食べて、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。あぶい、29ビツさんよ28日と30日公演出ますので待ってます。ぜひ来てくださって、久しぶりの公演なのでぜひ見に来てくださったら嬉しいです。あ、ミソロラブ行ってる、行ってくださると嬉しいです。よしみんよりで、たまきさん、だるまありがとうございます。だるま釣り、羊さん、ソフトクリームありがとうございます。コバトさん、ハートありがとうございます。タマキーさん、ダルマありがとうございます。コバトさん、ハートありがとうございます。キュンです。あ、28日と登録明日なんですか。もうそんな時か、はやワクワクやね。教えてください、皆さんどうやったか。タマキーさん、ダルマありがとうございます。コバトさん、ハートありがとうございます。タマキーさん、だるまありがとうございます。ニパニャ、これだけ嬉しいです。そう、皆さんのもうこう私を思ってくださる気持ちが届いてますので、すごくありがとうございます。アベッチさん、ソフトクリームありがとうございます。ペロペロ。そう、今日からツイッターを始めましたので、ぜひこちらのね、バナーにツイッターってあると思うので、そちらを押していただくとツイッターに飛ぶのでフォローお願いします。で、明日の配信時間もツイッターに後ほどあげるのでよろしくお願いします。あ、そうなんや、ちょっと遅いんやね、ネズミ。浦部さん、サーティワンありがとうございます。当てるしか考えてない、いいですね
強い気持ちで。浴衣かわいい、嬉しいです。顔がさ、どちらかというとおしゃれな顔じゃなくって和顔、和風なのでね、浴衣とか着物ね似合うって言っていただけて嬉しいです。日本人っぽいので顔が嬉しいです。もっちゃんさん、ソフトクリームこんばんは、ありがとうございます。浦部さん31ありがとうございます。フォローしました、ありがとうございます。ぜひコメントも待ってます、固定ツイートにもっちゃんさんありがとうございます。お、配信終わったルームストログありがとうございます。ちょっと今日もう一本動画を上げるか迷ってるんですよ。どうしようかな、もう一個さ上げたい動画あるんですよね。でもそんなにさ、なんか字は悪く分かんないけど、ルーブスのさ題名を紙に書いた時にわーってやった動画をどうしようかな、上げようかな、どうしようかな。でもコメントってアクティビティしか無理なんですかね、コメントって。コメントさ、あのできるしてもらえるようなやつやりたいんだよね。嬉しい、浴衣似合ってる、嬉しい。おしゃれな顔おしゃれな顔じゃないからさ、和風なのよね。たりまかしい、コバトーさんレインボースターありがとうございます。あのでもルームスの配信もショールームと同じやからさ、ショールームも全部終わってなんかちょっと夜とかにゆったりってのが理想やったんですけど、無理なんですよ21時までしかできないの。あ、でもどうやろう、なんか夜とかにさゆったりとかが理想的やったんですけど、ちょっと無理でした。でもどうかな、厳しいかな、あのあれかな、30日の最終日が公演が始まる前の5時半が最終日、最終時間なので、8時半とかさ公演の反省会が早く終わればいいけど、できたらいいなとか思うけどちょっと厳しそうやな小鳩さんレインボースターありがとうございます。キラーン、我がお好み、わ押してく玉木さんだるまありがとうございます。あ、佐伯ちゃんのところもカウント言ってくださってありがとうございます。あ、ルームス申し込んでくださってありがとうございます。あ、そう、全然あのショールームとは関係ないんですけれども、でもあのショールームよりももっと素でね、距離の近い感じでできたらなって思ってます、ルームス。でもこの1週間はさ、ショールームにショールームメインになっちゃうから、その後に結構面白い内容とか投稿することになっちゃいそうなんですけどね、ルームスお待ちください。玉木さんだるまありがとうございます。さまさま、もふ兄さんハートありがとうございます。小バトさん水色だるまありがとうございます、ありがとうございます。ももちゃんさんバラありがとうございます。お、10万ポイントサーバーで追いついただってありがとうございます。皆様ありがとうございます、ありがとうございます。追いついたって、今ね C チームは2位なのでね、このままこの調子ちょっとずつちょっとずつじりじり近づいていきましょう、みんなで。えいえいいやー二度目ましてありがとうございます、来てくれてありがとうございます。今日もありがとう。コバトーさん水色だるまだるまつりーわひょーい、ありがとうございます。そう、まずはさショールームイベがさ、そうなのよ。だからルームスね、いろいろあれしたいなこれしたいながあるんですけども、もうその後になっちゃいそうなんですけども、1ヶ月待ってくださると嬉しいです。お待ちしてます某先輩ルームス、そうコメント返しっていうのをやってみたいから、コメントがさ皆さんもらえるようなやつがいいなと思うんですけど、ブログだけなのかなコメントって。
若ぽんさんの浴衣もめっちゃ好きなんですよ。私も若ぽんさんもめっちゃ浴衣素敵ですよね。もうめっちゃ素敵じゃないですか世界一ぐらい写真集のあれもめっちゃ浴衣も素敵だったけどねえ、めっちゃ素敵ですよね。わかりますSY ゆうたさん、メロンありがとうございます。そう、まずはショールームになっちゃうからルームスはあれなんだけど、でも更新したいと思います。写真がなかなか難しいよね。どんなのがいいのかね。あ、そうなんや。鍵閉め M さん帰りなんですね。おかえり M さん、どうで楽しかったかな。ゆうたさん、ソフトクリームありがとうございます。浦部さん、食べて、食べる、ありがとうございます。いやー、お、今みんな配信してるので、皆様ぜひみそらちゃんとさゆきちゃんのカウントお願いします。はい、編み込みツインです。もっとほぐすが可愛くないって。ここのね、私ここの編み込みめっちゃ好きなんですよ。こういう感じで裏編み込みの方が好きなんですよね。こうやって形が出てくる、もうこのこれ好きこれ好きそうなのよ、炸裂キングキャメロンさん、ハートありがとうございます。アクティビティだけかコメント、なるほど。ミキさん、だるまありがとうございます。そう、 C チームの中で1位です。ありがとうございます、嬉しい。全体ミキさん、だるまありがとうございます。タマキーさん、ハートありがとうございます。あ、公園お帰りなさい。え、あれちゃう、めちゃさ、あれじゃない、あの隣にいらっしゃるとかじゃないの、今終わったタイミング。絶対近くにいらっしゃるよ、これ。友達なれるよしょうちゃん、食べて、ありがとうございます。いっぱいくれる、ありがとう、アイスピスタローさん、メロンかき氷ありがとうございます。もうヨシビンさん、ほんまにそうなんですよ。ヨシビンさん強すぎば、そんな、もう皆さんの団結力がすごくて、ヨシビンの皆さんね、ありがとうございますミキさん、誰もありがとうございます。この後はみそらちゃんが23時からね、夜までしてくれるので、ぜひ、でも明日も早いので無理のない程度で、寝る前とかでもぜひ行ってくださると嬉しいです。私もちょっと覗こうかな。プシタローさん、31ありがとうございます。おかえり、カウントありがとうございます。キングキャベロンさん、ハートありがとうございます。ミキさん、ダルマありがとうございます。プシタローさん、アイスありがとうございます。わー、カウント行ってくださってありがとうございます。ぜひヨシミンですでカウント行ってくださると嬉しいです。あ、もう電車すごーふわとうさん、ファイトありがとうございます。頑張るさゆきちゃん、ファイ、ありがとうございます。行ってくださってぜひよろしくお願いします。そららさん、どうぞ。どうもありがとうございます。わ、私の個人的なポイント107番ポイントやって、今日1日で1日で1日で100万ポイント超え、ありがとうございます。あの、私の個人なポイントね、個人ポイント、いやー、ありがとうございます。いやーありがとうございます。皆さんのおかげをありがとうございます。アットさん、ありがとうございます。ミョンさん、ありがとうございます。わ、拍手だけ人、ありがとうございます。神の拍手さんね、皆さんの団結のおかげです。本当ありがとうございます。うん、いつ食べようとかがごちそうさまセナ、イエイイエイ、え、癖強いですか私、喜び方そうかねいやー、もう皆さんありがとうございます。ということで最後に
ちょっと私もいっぱい歌歌いたいんですけど、ちょっととりあえず公演もあるし喉温存しときますわね。何弾こうかね。弾けるかわかんないけど、久しぶりにロマンス堂テーマでも弾けるかな。ちょっと難しいねこの曲。そう、あとか言うかもしれない。やってみよう。アンドレの足を。綺麗にしました。吉見ロマンスのテーマ曲でした。違います。モーツァルト・ソナタ、ゲッヘル545でした。すげえって言われる。そう、顔で、顔で。顔で。ありがとうございます。ミックス売ってた。すごわ、さゆきちゃんいてくださってありがとうございます。全身見せてないよね、そういえば。これちょっと待ってね、ちょっと整えるよ。実は浴衣の着付けができるので自分で着付けました。これ着物と浴衣の着付けができます。でツイッターに書けばよかったってね、後々後悔してるんですよ。固定ツイートさに特技とかさ書いてたよかったなと思って。まあプロフィールにも書いてるけど、いけてるかな。じゃーん、あれ店だっけ。まあいいや、パシャ。
大丈夫かな、心配。パシャ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 浴衣です。グデハルク、グデアン、うわ、グデ、足、足癖、足、足がめっちゃ、めっちゃ足をやってた。ツイッター載せます、今日はこの服着ましたって。よう似合ってます、ありがとうございます。今日はこの服着ましたってね、あげます。明日何の髪型しよっかな、やっぱ何回も配信して同じやとあれかなと思って、毎配信髪型変えたいと思ってるんですけど、でも明日さあ、明日のタイムテーブルをもう一回おさらいしとこうかな。明日7回配信するから7個さすがに厳しいかな。でも変えたいんですよ。何がいいですかね、髪型。明日の配信、あ、 C チームの名前はミスティックスと申します。はい、で明日の配信はまず6時半から7時30分間と8時40分から9時で、12時半から13時、14時40分から15時、16時40分から17時、18時30分から19時、20時30分から21時の7枠です、明日で。平日の昼間なので、皆さんの来れるところで、ここに来ようかなっていう感じのところで来てくださったら嬉しいです。で、私以外の3人のタイムテーブルと合わせたものはあのツイッターに後ほど今日中にあげるので、ツイッターのフォローお願いしますツイッターのフォローしてチェックしていただけたらと思いますが、とりあえず私はこれです。で、一日中来れるよって方はここで3週2週3週2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 週になるんですけども、ここと30分枠がこことこことこことここの4回30分枠があるので、ここの4回のどこかで、フルコースをしていただいても全然大丈夫なので、皆さんのいい感じに合わせて来てくださると嬉しいです。で、この私が配信してない時間にさゆきちゃんとみそらちゃんもするので、そっちの方が時間が合うなって方はそっちに合わせて、星投げしていただいても大丈夫です。お願いします。です、パシャ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 ツイッターのフォローよろしくお願いします。プロフにも書いておきます。はい、ショールームのプロフィールにも書くので、プロフィールの方もチェックよろしくお願いします。そうね、宣伝しやすくなったね。そうそう、明日ちょっと病院行って早く喉を治したいと思います。で、早くガンガン歌いたいですパシャパシャ、ぜひスクショとかね、あとツイッターシェアしとかで拡散してくださると嬉しいです。あとリツイートとかね、お願いします。パシャ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 って言ったらさ、口動くよね。腹話術おいしょ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 。龍角さん飲みます、おいしょ。何やろこれ何やろ、僕たちのブラスバンド、ちゃちゃちゃパシャ
はい、ありがとうございました。今日は3時間配信して 114万6890ポイント今のところ一人で入りまして、チームではですね C チーム151万8263ポイント入ってます。ありがとうございます。1日目でこんなにも入ってありがとうございます。あのさゆきちゃんとことかみそらちゃんとこもカウントのお手伝いしてくださったり、逆にみそらちゃんやさゆきちゃんところから来てくださった方も本当にありがとうございました。このあとこのあとこのあとですねさゆきちゃんちょっと待って、このあとみそらちゃんがから出ますので、でも明日も早いのでね、ご無理ない程度にカウントだけでも行ってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。みそらちゃん23時にするのでよろしくお願いします。はい、いいスタートダッシュで本当にありがとうございました。うーありがとうございました。すいません、ギフト読めてなかった。ありがとうございます。歩く身の代金さん、メロンかき氷ありがとうございます。アイスもありがとうございます。ハチエタさん、かわいい、ありがとうございます。アットさん、食べて、ありがとうございます。タマキーさん、だるま、ありがとうございます。デコデコさん、ハート、ありがとうございます。ソララさん、食べて、ありがとうございます。ハルさん、かき氷ありがとうございます。今日はおしまいです。はい、今日はおしまいです。あ、カウントーク作ったんやということでよろしくお願いします。行けせたらお願いします。お、だって21時から教えてくださってありがとうございます。余ってたもんね。だそうです。また明日お会いしましょう。明日もお会いしましょう。ルームスもお待ちしてます。まだルームフォローしないよって方はぜひこちらのハートを押してピンクにしていただいてフォローしてくださると嬉しいです。あと今日解説したツイッターもあるのでツイッターのフォローよろしくお願いします。モフ兄さん31ありがとうございます。うわー、もうほんと1日目からありがとうございました。皆さん、猫は猫で猫さんありがとうございます。そう、今日からありがとうございます。段準備します。ツイッターあげるのでコメントといいねとお待ちしてます。後であげますね、今日の写真とともに。ありがとうございます。11位リンさん、ありがとうございます。10位コバトンさん、ありがとうございます。
9位大くんありがとうございます。8位平八さんありがとうございます。7位やすさんありがとうございます。6位しょうちゃんありがとうございます。5位かつらさんありがとうございます。4位しじまるさんありがとうございます。そして3位はブルルルルルルン F さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位はブルル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 ルウーカメインの箱石さんでした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はウラベさんでした。イエーイ、ありがとうございます。壇上の皆さんも壇上じゃない皆さんも本当に来てくださってありがとうございました。1日目ありがとうございました。ゆっくり休んでくださいと言いつつ、明日は6時半から捨て星してくださる方は5時45分になります。よろしくお願いします。5時45分になります。はい、ありがとうございました。1日目ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。頑張ろうね。いや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 、次の配信も来てくれるかな。お疲れ、皆さんお疲れ。あ、チャレンジ、皆さんカプセル投げましたか？投げ切りましたカプセル。アバターガチャの大丈夫かな。今日までです。もしあったらみそらちゃんとこよろしくお願いします。みそらさん23時です。それではまたね。